さあまずブルーアウトのコークですね。ブルーアウト、そして大内選手、ここがね大内選手の少し懸念される、たまに出るんですよね。 今のようにこうタイミングがちょっとね、投げるフォロースルーへのタイミングがうまくちょっとできないというね、これが大内選手のたまに出るね状況なんですけど、そういうコンディションの状況下でもタイミングがずれてもブルを捉えるというね選手でもあります。いや本当にいいフォームになりましたね大城選手。もう本当にコンパクトにしてきました。もうなんかでも本当に残像があるんですよね自分。もうずっとダーツの試合見続けてるせいなんでしょうけど、そうですね、このセットの時にタイミングが来るんですよね。でも彼女のすごいのは修正能力がやっぱすごいですよね。ちゃんと修正できるっていうすごみがあります。さあ大城選手のこのコンパクトになったこのテイクバックとフォロースルー、お見事です。はい、あかりスマッシュもあかり先生も出ません。さあここで狙いにくくなる、おっとタイミングですね。このノーブルはバッドラウンド。さあ年ちゃんに向けて大城あかり選手盤石な感じになってきそうですね。これブルを捉えてもう一本、さあカバーはしてきます。332残り、まあ、ここはブルブルでいいんですよね。はい、ここはブルブルでいいと思います。相手が上がり目が出ないので先行で、セーフティーなブルブルっていうね狙いですよね。上がり目を出そうとしたらやっぱり1投目は60に行く展開ですよね。さあ182残り、これもブルブルですよね。ブルブルで32残りというナイスアレンジ、ナイスアレンジ。さあ年ちゃんに向けてのまずは先行のゲーム、265ということですね。今のはねもったいないですよね。60いってほしかったですね。32残り、今の60で155っていう数字ですよね。先ほど153を佐川健介選手が上がってたんですよね。だからやっぱりこうアレンジをちゃんとやってそういう上がり目をちゃんと作っていくっていうね、ことがねすごい大事ですね。そういう癖をつける、そういう癖をつける中で本物の
スキルがこうできて作っていくっていうんですね。あ、165上がり目あったんですね。すいません。あ、マジで？あ、あるね。あるある。ごめんなさい。あ、すいません。すいません。あります。申し訳ない。あ、そっか。160ある。60、64号。失礼しました。さあ、そしてクリケット。まずは5マーク。申し訳ない、本当に申し訳ない。立った。さあ、トリプル捉えてもう1本でオーバー。そんなミスをさ、大内選手がするわけないですよね。失礼しました。本当に全て僕が悪い。さあ、17ですね。20、20ですね。20に加点。どうもすいませんでした。さあ、18チョイス。ああ、ここでミスですね。18。何かがね、こうちょっとこう邪魔をしている感じするんですけど、それでもね、ちゃんとターゲットを捉えてくるので、さすがですね。さあ、大塩選手、トリプルから加点、もう一本で逆転、トリプル加点逆転というね。さあ、大内選手17カットからの、ここでちょっと中途半端な状態ができてしまいましたね。さあ、大城選手としてはやっぱり加点枠を増やしたいのは16に行くんですかね、ここね。あ、20カットに行くんですね。そして加点枠を増やしてもう一本打つっていうことですね。あー、ここすごいな。ここの勝負どころでしっかりと入れてくる、さすが年ちゃん大城あかり選手、年ちゃんをに王手をかけた大城あかり選手。60か。ここで先カットに行くんですね。もう一本。あーっと、これは、あ、シングルだったんですね。シングルに入ってます。カットからの18カット。ビーッ。ですね。さあ、ここで15オープン。オープンからもう一本行きたいですね。さすがだ。そしてこれ16勝負行きたい。あー、ここで見事ナインマーク。大城あかり選手はもうブルですね。選択肢はブル、どこまでもブル。お、ちゃう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 、それちゃう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 。なんかもったいなかったですね。
まあでもね、大城あかりのチャウチャウ見れたんでね、僕はもう本当によかったです、今日は本当に。ちょっとねリズムがここで、もう一本、さあ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 、ここでブルガラミ、おっと、柔らかい、さあここは3本、ここどうするんでしょうね、15勝手にいくのか、それともブラックブル、あーこれはこれで、これでまあブル逆転ありですよね、75点が届いてないですね、ブルですね、さあ3本ともいきたい、もう1本、さあそしてブルで締めたいところですね、インナーですね、今多分あのもうど真ん中でしたよ、もう一番の真ん中です、はい、さあ大城選手先行のゲームへと続きます、さあ年ちゃん確定の大城あかり選手、あ年ちゃん、年ちゃん年間チャンピオン、このゲームで勝利すれば年間チャンピオン確定、おっと、ビークラン先行ナインマーク、さあ18カット、そして近い20を使って加点じゃなくもういっちゃう感じですね、あ残念ながら17決まらずですね、さあ上につけるとね狙いにくいので左サイド、あっと、さあ17オール17ですね、ここはオール17でもいい局面ですね、そして勝利を不動のものにしたい局面、あもうここはもう1投目からいったんで多分16、15、オッケー、大城あかりからの大内真由美チャウチャウつながりね、うん、ね、あちゃん、さあ15トリプル捉えて、うん捉えられず3本目に来ました、さあ17、あ15カットに行く展開、トリプル捉える、そして16へ、さあ見事にねきっちり捉えてきて、
さあ大内選手としてはもうここブルですね。ブルどこまでもブル。さあ大城選手もうここは最後までブルーいく感じですかね。さあレッドブルからブラックブル、大城選手が3レッグ目のクリケットも取りました。もっとアップきましたね。大内選手先行の701ですね。なんかこうどんどんなんか迫ってきとるね、こうカメラで。ああいうアングルをどんどんパウエルが撮っていってるんですね。まあでも本当にこう構想もねやっぱ進化して いってほしいですね。やっぱ PDC の映像とかよく見る、まあ、PDC の試合とかよく見るんですけど、やっぱこうカメラの抜き方使い方がもうめちゃめちゃうまいですよね、はい、だこうなんか乗っかってウィーンとかこう縦横無尽に動くようなこうカメラ台があると思うんですけどね、ああいう形でやってるんでしょうね。あまりなし言うの忘れた、悔しい、忘れてた、見入ってた。さあ年ちゃんに向けて、あっとここは痛恨のミス。さあそしたら大城選手がねここリラックスして投げれる局面でしょうね。まずはブルから、そして次も、そしてさあ100点差、先攻後攻入れ替わるのか。ハットを返したい大内選手。ああいいですね、本当にこうコンパクトになってね、フォロースルーも綺麗だし、ここもハット。さあ、ねんちゃんに向けての折り返し地点、339残りに対して487残り。339から。あーっとここは2本外しますが、ハットで233残りなので、どうするんでしょうね。ね。さあここハットで233残り、286からですね。あ、200、すみません、65から。さあ115まで持っていければ年ちゃん
あと159でこれ上がり目、あ、ちょっと待って、159って上がり目あるね、あるあるんすよ、159ね、申し訳ない。お前どんだけソフトの解説やってんの、何やってんのみたいな感じ、すいません、なんかね、もうすいません、一方通行な男ですから。その60、19、16っていうのは多分150残り、まあブルブルですよね。あ、違う、16は違う、もうすいません、もう頭おかしくなってます、すいません、もう一回勉強し直しておきます。127残り、もうこれはブルからいいんですかね。さあ77残り、これ17とかですかね、19とかいくのかな、いや、じゃあこれ17だ、うん、間違いないね。そして20トリプル、おっと、ここ見事に意地を見せた大内真由美、ね、こう大内選手もなんかこうね、もう長年こう一線級で活躍されててね、ますますこう美しくなってきた感じですね。さあミドルじゃなくてコーク、さあ大事な大事なコーク、あ、これはブルアウトですね。これで大内選手がブルー入れれば先行、少しこう状態をこう沈めるんですよね、こうちょっとクラウチングして、それからこう下からの力をこう上に伝えるみたいな、少しねちょっとそういうこう軌道のやり方を自分の中で作ってるんでしょうね、大内選手は。手がこう動きやすくなるようにね。で右サイドのベスト4の試合ですか、こう髪がこう金髪のね、四国の、ね、選手だったと思いますけど、土井選手ですよね、そうです、土井翔選手、まず5マークでアドバンテージを握ります。なんかカメラちょろ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 動くよね。さあ5マークで返す大城あかり選手、さあ年間チャンピオンに向けての戦い、大内選手を下せば大城あかり選手が年間チャンピオン。さあミスからの加点、もう一本加点ですねこれね。おっとここでカットに行きましたね。そうなると大城選手がトリプルから入って、オーバーカット、そして
19に戻らず戻って B クラウン、年ちゃん B クラウンド、年ちゃん B クラウンド、あー今のもうなんかこうちゃんとね狙えてるのがすごいですよね。一旦こう下に重心を落としてみたいな形でのこの指導のねポイントをそういう動きにしてるんですよね。さあ19加点からの18、おっと、そうして、え、ここで9マークカットまで決めて、ねんちゃん言ったよね、今年最大の局面で、最大の局面でプラグ、え、プラグですね、これね、なんかいかんこと言ってましたね。マジで、あこれはもうね、どっちを応援してるとか言うんじゃなくて自分のこう言った言葉に責任を持ってみたいな、なんでまさかね、急に大城あかり選手が入らなくなるとは思わなくてねちょっとすいません、本当にその、悪気はないですけどね、言ったらその通りならないこともあるんですよね、僕の場合。でもここをしっかりね、やっぱりこう年ちゃんはね、来週に持ち越しでもいいじゃないですかね、あと2試合あるわけですから。さあここは手堅くカット、さあ大城選手としてはね、ここをしっかりとオープンからの加点、さあ来ましたよ、うん、くるくる、あこれでも微妙になってきましたよね、大口選手も少しプレッシャーかかるでしょうから。で大城選手相変わらずこのなんかこう勝負強いし粘り強いですよね。さあここ3本でカット、うん、しっかりカットして、あこれでん18加点、よっ、ちょっと投げ急ぎましたね、これは。こうなれば、まず10加点からの18カット。うわー、ここすごい、すげえ微妙な展開ということは、これは一本一本一本でいいんですよね。あ、3本いきました。さあカットができればビッグラウンド、ビッグラウンド、ビッグラウンドですね、本当に。いやまだ分かんないですね、これね、まだまだビッグラウンド言ったらこのまたほら流れがね、
こう大城選手に行く可能性あるんでね。でも言った以上はね、うん、男らしくね王女をしたいと思う。さあここをカットして、まああと2試合ありますんで、さあただ大内選手も状態的にはちょっときつい感じしますよね。グルが3本でちょっと決まらない可能性もある。いや決まります。いやこれでワンチャンスが出ますね。これね点差が44点差なのでね。これでない。いやーやっちゃいましたね僕はね。僕は本当申し訳ないことしちゃいました。本当に最後のこの年チャンビッグラウンドまで言った後にね大どんでん返して本当申し訳ない。でも分かんないですよね勝負は。あっときました、大内選手決勝進出。いやちょっとねもやもやしましたね本当に申し訳ございません。さあこれで大城選手の年チャンは次戦に持ち越しということですね。